今の俺のこのパンでブレイが起きちゃったということで、皆さんお久しぶりです。今日は新コーナーをやっていきたいと思います。ちょっとマナがうるさいけどはい、ということでここに全部揃えたんですけど、今日からの新コーナー、名前何にしよう。まあインスタグラムとかツイッターとかで、まあ、ちょっとつぶやいたりしてたんだけど、あのルイのねベビーベッドを作ろうと思ってて、でまあせっかくだから YouTube に撮ろうと思って、ジョンマナ DIY、 ジョンマナ DIY、実はもう新しいお家なんです。 Yes、 まあといってもすぐ引っ越すと思うけどまあとりあえずね、もう3人で暮らそうってことで引っ越してきました。引っ越しの知らせは多分この動画初めてだと思うけど、はい、ということでそう DIY 新コーナーの DIY を撮っていこう。第1回目はとりあえずルイの DIY ってことで、まあ設計図はもうこんな感じに書いてるんですけど、そうこれ通りに行けばここのもう切ってもらった木はそうこれだけで組み立てられるはずってことで、ってことでもう早速作っていきたいと思います。でまずね、どっから作っていこうかな。普通に買うとベビーベッドって2万円とか3万円ってするんだよね。そう、高い。そう、めっちゃ高いんだけど、これは材料費だけで、どんぐらいだっけな、6000円か7000円。そう。だ手間はかかるけど、まあ楽しいし。そう、だからまあみんなも、ぜひ DIY、まあ、してる人も多いと思うけど、おすすめします。じゃあ俺の初 DIY どうなるかわかんないけど、じゃあまずはね、これ実はここでピラーンって下に下がるようにしてて、ここに扉の長板、まあここ3つ書いてあるけど、まあ、実際4つつけるつもりで、じゃあまずこのね1200と322をつけていこう。で、横の扉がこんな感じになるはずだね。ここのところ。この扉のところがこんな感じで、中にはあの棒をつける予定です。ということで、最後の一本。切れたー。これが横にパパパパパパパンって。置かれるやつ、あのよく子供がこうやってさ持ってがこれです。これが全部切れた。こんだけあるけど、まあこれ全部使うんで OK。 うわ、真っ白。おはようございます。おはようございます。ってことで2日目、昨日ねちょっと途中でやめちゃったんだけど、今こんな感じで、この横のルイが持つところを刺していってます。僕はね今重大なことを犯してしまった、ミスを。この扉になる予定のこのつなげるところをね1個にしちゃって、これ1個だと板がねぐるぐる回っちゃうんだよね。こことここつなげた時に2個じゃないか、ぐるぐる回っちゃって、それに気づかなくて穴開けちゃって、まあでも扉だから最悪これはなくても
ベッドは作れるし使えるから、まあこのしかもこの扉のね素材分厚いのにしちゃったから、これマナが開け閉めするとき大変かなと思って、でこの扉の部分はやり直しで薄いやつをまた買ってきて付け直します。今から気に入ろう。マナはこれから祭りに行ってくるみたいです。祭り行ってくるの。じゃあ僕はめっちゃ汚しちゃったけど見てこれ、掃除が大変だけど、まあ続きってことで、でまあここがなくなった開放的なベッドに一時的になることになるけど、上の枠を作っちゃいます。イエーイ。お祭りに行ってきます。うるさいから。めっちゃ髪の毛がボワンってなってるけど、まあいいか。全然ボワンってなってない。いやいや眠いからさ、ずっとぐずってる。さっきからめっちゃさうるさいの、ピコピコね、なんかめっちゃ消防車が。じゃあ行ってきます。あの終わって帰ってきた時に完成してますように。ということで、じゃあ続きを撮っていきましょう。次はじゃあこの縦のフレームですね。ここもじゃあもうつけちゃおうかな。ここまで結構進んじゃったけど、やっぱね初めてのね、こんなこの高難易度の DIY だから、あのこっちのね設計図側のねミスが結構あって、一応で作れるっちゃ作れるんだけど、ちょっとね材料が足りなかったんで、寝るところにこのベッドみたいにスノコをやる予定だったんだけど、なぜかそれをこっち側の新しい設計図に書いていなくて、まさかのねその材料を載せてなかったっていう、なんという単純なミスってことでね、あのまあ今なくてもこの下のね荷物の場所は今なくても大丈夫だから、これをスノコ作れるように代用して作っていきたいと思います。で今ここがこのスノコ乗っける場所で、でこういってこれが横で、でこうなってて、ここでルイが寝る、こっちの上でって感じでここまで来ました。はい、ということでこの横のさっき作った枠とこの長いこの枠を左右どっちともつけて、でこれまだついてないけど、これね、あの一番最初の方に作った枠をとりあえず上に乗せてみました。なんかもうベビーベッドって感じが、意外となんかこう見るとでけえと思って、まあでかい方がルイものんびりできるしいいかって感じなんだけど、そうだんだん完成形が見えてきた。で一応この木材カインズで買ってきたんだけど、なんかねやっぱちょっとね、このまあこれはしょうがないけど、あのまっすぐにカインズでカットしてもらったんだけど、あのところどころまっすぐカットされてないやつがあって、ちょっとねこういうズレが、このズレがねちょっと出てきちゃうんだよね。カインズでカットしてもらったんだけど、おじさんにまあいいでしょうって感じだね。いやー下もだいぶまあちょっとずつ片付けてったんだけど、結構汚れんな。まあ木だからまだ掃除しやすいけど、植え付けてなくて棒がなんかそのままむき出しだけど、とりあえずこんな感じになります。でもめっちゃ広くていいね。しかもこの高さがさちょうどおむつとか買いやすいね。いいね、今もう一応乗れる状態だしね。 Yes。 そう、あとはこの上をつないでザ・ベビーベッドにします。そうで外出して、あの白のペイントも持ってきたから、あとは白く塗るだけです。はい、皆様おはようございます。昨日はちょっとこの穴を開ける作業してたんだけど、
うるさすぎてもう夜8時ぐらいだったからやめようってことにして、現在3日目でございます。で、上のフレームも今これ取り付けたところでいいね。で、ちょっとねここにね、隙間ができちゃって、なんか ここかここの棒がねちょっと高くて、これがね下がんなかったの。まあ、やり直せばいいじゃんって感じなんだけど、そうするとこことここをまた開けないといけなくなっちゃって、それがめんどくさかったからもういいやと思って、とりあえずこれで OK。 このね、まあちょっと開いてる感じもねおしゃれでいいんじゃない。最後仕上げにペンキ塗る前にプロヤスリマンがツンツンしてくれてる。どうですか？ここぐらい昼飯前です。昼飯前らしいです。今からペンキを塗っていっちゃおう。タラーン、完成です。全部塗り終わって乾燥して、めっちゃいいね。めっちゃおむつ替えしやすくない？そうで、あとここにドアをつけて完成。ちょっと、あとここにね荷物のやつだね。いいね、広くて。どう？ルイ、ルイいいねめっちゃ、そう、あ、そう言ってなかった、めっちゃ足ね掴むようになったんだよ、ルイ。めっちゃ掴んでるよね。どう、足触り心地いい？この T シャツも可愛いね。完成。どうですか？ありがとう。どういたしまして。ルイありがとうして、ママに。ダイありがとうって。動画では全然撮ってなかったけど、くっそ暑い太陽の下でこのペンキをずっと塗ってたから、マジで暑かったよ。汗やばかったもんね、俺。初めて T シャツがびしょびしょになったの見た。脱いだ時重かったもん、 T シャツとパンツが。よかった。やっぱ DIY めっちゃ楽しいから、みんなぜひ、自分のオリジナルで作れるし安く済むから楽しんでみてください。次の DIY をもう考えてるもんね。そう、あとこの縁をうまくしよう。家のこのね縁がちょっと黒いから、これを今度白く、全部白くします。ってことで、みんな見てくれてありがとう。とりあえずルイの部屋のベビーベッドでした。バイバーイ。